軍とのドゥブロブニクは世界遺産にも登録されており、アドリア海の真珠と通称されるクロアチア最大の観光地の一つ、ドゥブロブニク旧市街の南東側、旧市街は城壁に囲まれているコルチュラ島の中心都市、コルチュラ旧市街、クロアチア本土と南の飛び地を隔立てるペリエシャツ海峡、港町プロチェカラはボスニアヘルツェゴビナに鉄道路線が伸び、 ボスニア・ヘルツェゴビナの海の玄関口となっている。ヨーロッパ一長い、ストンの城壁は5キロメートルに及ぶ。マリーストンの沿田、ドゥブロブニク・ネレトバ軍は、クロアティア・ダルマティア地方の軍で、クロアティアの国土の南端に位置している。軍とは、ドゥブロブニクであり、その他の大きい町としては、ネレトバ川三角州の中にある、メトコビチ、プロチェがあり、軍の名前の由来となっている。 コルチュラ島やラストボ島、ムリエト島、シパン島、コロチェプ島などの島々も軍に含まれる。ボスニア・ヘルツェゴビナのネウムシによって、軍の大部分はクロアティアの領土の主要部から切り離され、陸上では飛び地となっている。しかし、クロアティアの領海は主要部から連続している。加えて、ネウムシを通過して、ドゥブロブニクと主要部とを結ぶ、交通の量は膨大で、 交通渋滞の回避のため、通常は、関税検査の対象とされない。ドゥブロブニクと、クロアティア主要部とを結ぶ道路は片側一車線である。ドゥブロブニクと、クロアティア主要部とを結ぶバスの多くは、ネウム市にも停車するため、利用者はクロアティアよりも、税金の安いボスニアヘルツェゴビナで、より安価にタバコや酒を買うことができる。クロアティアとボスニアヘルツェゴビナの政府は、 国境検問なしにネウム市を通過して、クロアティアの両部分を結ぶ高速道路の建設を計画している。また、地域の政府は、ボスニア領のネウム市を回避して、クロアチア主要部の南端と、飛び地側のペリエシャツ半島とを結ぶ橋の建設を計画している。ムリエート島の北西部は国立公園となっており、またプロチ北部のバチナ古群も国立公園となっている。 軍の南端部は領有権問題のあるプレブラク半島を含む、ドゥブロブニクネレトバ軍は5の都市と17のオプチナから構成される。都市とオプチナは共に軍の会に属する同じレベルの自治体であるが、一般に都市の方が規模が大きい。軍の長官と副長官は以下の通り、軍議会は41議席あり、議長は民主中道のニコラ・オブリエンである。 2005年の選挙以降の、党派別の議席の内訳は、以下の通り、h t t p w w w d z s a w a r s e n ュ c e n s u s e s c e n s u s 2 0 0 1 p o p i s e 0 1 0 2 0 2 e 0 1 0 2 0 2 h t m l ありがとうございます。